174番、34番、34番、126。チャンスがあれば足を振るって決めてたので、やっぱ仲良しの印のパスが届いて決めることができてよかったです。ホーム開幕戦ということで絶対に勝利したかったし、この雨の中で来てくれたお客さんに勝利をお届けすることができてよかったです。練習でもやっていたので、それがしっかりあって得点につながってよかったです。やっぱりフォワードをやっているので、チームを勝利に導くゴールを決めたいっていうのはずっと思っているので、今日それが結果に出たことは嬉しいですけど、まだまだミスも多いのでもっと練習していきたいなと思います。関係性とか距離感とかは徐々に良くなってきているので、まあ、まだシーズンの最初なので、もっともっとここから積み上げていったらより質の高いものになるのかなと思います。3連勝っていうところが去年できなかったものなので、だからどうこうじゃないですけど、しっかり次の優勝に向けての準備だと思うので、はい、頑張ってほしいと思います。